はい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 。点入る気しない。みんなどう思う？マジで俺は点入る気せんかった今日。見ててね。バンテリンで、それに、投手陣がすごく良くて、中日のね。やっぱ、打つやついないとマジで点入らんよね。てな感じで始まりました。小山翔平ベースボールチャンネルです。今日も最後まで見ててください。よろしくお願いします。今日はですね、先ほど終わりました、ジャイアンツ対、ドラゴンズの試合解説やっていこうかなというふうに思ってます。今日の結果なんですけども、2対0で、ドラゴンズが、勝利をしたという試合になっております。まあ今冒頭でも言いましたけども、やはりジャイアンツ点取れないじゃないですか。なかなか打てないじゃないですか。で、まあ送りバントやら、まあスチールやら、まあ今日もね、やってたんですけども、やっぱり得点圏にね、何回かは行ってるんですよ。何回か行ってるけど、やっぱ2アウトからっていうのが多いし、まあ終盤にね、ノーアウト2塁っていうチャンスがあったんだけど、やはりね、そっからも1本出ないっていうところ。で、終盤だから相手もいいピッチャー出してくるっていうところで、やはりなかなか点取れないよっていうところで、まあ今日もね、坂本選手がベンチに下がってたりとか、まあいろいろありまして、まあなかなか火力がないというか、なかなか点が入らないような、まあ打順の組み方もしてるし、やはり2回かなっていうのもセーフティーバントとかもね、あったんで、門脇選手にね。まあそういったところを見て、まあどうなんかなっていう、せっかく送っても、ランナーを得点圏にやったとしても、なかなか点入らないんだから、やり方変えてった方がちょっといいのかなっていう感じは正直ね、僕思ってるんですよね。で、まあ今日の僕の試合の一言メモなんですけども、こちらになります。まあ今日、細川選手にボッコボコ、日本タイムリー打たれたんですけど、まあ細川選手の読み、配球の読みというのが素晴らしかったんですよね。まあそれはね、後ほど解説していきたいと思うんですけども、巨人はね、今日2対0、っていうね、まあ一見思うと僅差じゃないかと、全然点取られてないし、まあなんか結構惜しい試合だったんじゃないかっていうふうに思うかもしれないけど、僕はですね、点差以上のまあ差というところを、まあ感じました。まあそこら辺をね、後でね、解説していこうというふうに思ってます。で、今日の流れはですね、得点シーンさらっと振り返ってきまして、で右側でね、僕が気になったところであったりとか、僕が今言ったところを細かくね説明していきたいと。いうふうに思っておりますんで、ぜひね、ジャイアンツファンの方であったりとか、ドラゴンズファンの方を見ても面白いかなというふうに思っておりますんで、ぜひ最後まで見ていってください。よろしくお願いいたします。はい、じゃあですね、今日ね、まず得点シーンを振り返っていきたいと思うんですけども、やっぱね、野球の試合を振り返るにあたってですね、やはり先発ピッチャーっていう存在っていうのがめちゃくちゃ大きいんですよね。で、まあ、今日のね、まあ、ジャイアンツの、まあ、横川投手なんですけども、まあ、この間ね、DNA かなっていうところで、まあ、5回無失点かな、いいピッチングをしまして、まあ、今日もね、登板の機会を与えてもらったという形にはなってると思うんですけども、やはりですね、今日、球見てましたけども、やはりボールが高いんですよ。ボールが高い。もう、で、初球ボールから入るのが圧倒的に多いんですよね。で、僕はね、まあ一緒にやってますし、横川投手も一緒にやってますし、この間もね、自主トレも取りに行きましたし、すごくいいピッチャーなのはわかるんだけど、やはり今日のね、ピッチングを見てると、やはり、まあこの間の DNA 戦かな。DNA 戦も結構ボール多いなっていう感じはあったんですけども、今日の投球はですね、まあキャッチャーからしたら結構きついなっていう感じはしてます。全部ボールボールってなって、まあ2ボールスタートとかね、そういったところも多かったし、まあキャッチャーの小林選手ももう低く来いよと、もう下で来いよっていう風にめちゃくちゃジェスチャーとかもしてたんだけど、なかなか制御が効かなくって、っていうところで相手にね、相手有利、バッター有利なカウントで進んでいくことが非常に多かったんで、やはりね、そこはね、横川投手修正していかないと思う、していかないといけないと思うし、まあね、なんか二軍降格になったのかな、さっき記事でパッと見たんですけども、まあやはりね、ああいうピッチングをしてると、まあ結果的にはね、2点で抑えてるかもしれないけども、やはり、ピッチャーの内容というか、投球の内容というところを見たときに、やはりちょっともうちょいやってほしいなというか、やはりそういうピッチャーではないから、うん。っていうところで、まあそういった期待も込めた中で、二軍の降格という、宣告だったんじゃないかなというふうに思ってます。はい、じゃあ得点シーン振り返っていきます。はい、今日2対0ですけども、2本ともね、細川選手が打ったんですよね。非常に打点がね、今多い選手ですけども、まず1回裏にですね、2アウト1塁から、
細川選手、二塁打打つんですよね。これもね、浮いてきたフォークボール、カッチン打ちました。いいバッティングだったと思いますと。で、3回にもですね、2アウト1、3塁から、また細川選手打たれるんですよね。まあ、後で詳しく解説しますけども、やはりね、先ほどフォークボール打ったから、フォークボールないでしょというところで、もうフォークボール消してるわけですよ。自分の選択肢の中からね。で、ストレートを狙い打ってね、レフト前タイムリーというところで、非常にね、先ほど言ったように、細川選手の読みというところが非常に冴え渡ってたんじゃないかなというふうに僕思っております。じゃあね、こちら側でですね、僕が気になったところを、詳しくね、面白く、楽しく解説していきたいと思いますんで、ぜひね、こっから見てください。こっから大事だからね。こっから授業やと思ってくださいよ。OK、いきます。はい、まず1回表、チャンスを作ったんですよね。2アウト2塁というチャンスを作ったんですけども、まあ、ここで岡本選手空振り三振してしまうというところなんですが、まあ、今日の、相手ピッチャー、先発ピッチャーね、まあ、やはり球強かったですよ。うん、強くて、非常にいいボール投げてたんだけど、まあ、初回なんかを見てるとね、この岡本選手の最後三振取ったフォークボールだけなんですよ。変化球投げたの。1球だけなんですよね。っていうところで、やはりまっすぐが強いから、バッターはね、まっすぐを張っていかないと、まっすぐ弾き返せないから、まっすぐ張りますよね。その時にまっすぐ重心というか、まっすぐまっすぐになってる時に、フォーク落とされたら、それはバット振っちゃうわっていうところで、やはり球の強いピッチャーっていうのは、そういう風に、なんていうの、球の力を利用してですね、相手バッテリーに、相手バッターにストレートを意識させて、で、そっから変化球というね、もし、一見するとなんかオーソドックスというか、普通じゃないかって思うかもしれないけども、普通にそうやってできるっていうのが一番強かったりするんですよね。球の力を利用して、ファールを打たしたりとか、空振りを取って、ストレート意識した中で、意識させた中で変化球で取る。まあ、シンプルですけども、まあ、これが一番強かったりするわけですよね。っていうところで、岡本選手、ここで三振してしまうというところですね。で、次、一回裏なんですけども、まあね、これ、先ほど言ったように、細川選手に打たれたわけですけども、やはりね、まあ、1番、2番、3番見てますけども、なかなかコントロール効いてないわけですよ。横側として本来、めちゃくちゃコントロールがいいピッチャーなんですけども、高めに行くのがすごく多くて、なんかそこをね、修正しきれてないんですよね、まだやっぱ初回ではね。で、まあ、ワンアウトランナーなしで、まあ、ちゃうわ。石川選手をね、非常に、まあ、いい感じで、サードフライ打ち取ったんだけど、この2アウト2塁というところで、2アウト1塁というところで、細川選手に2ボールになってしまって、で、フォークボールを、取りに行ったフォークボールをね、浮いた球をですね、パッコン打たれて、2塁だというところで、非常にね、これはね、ちょっと甘かったなっていう感じは、正直ありました。で、その打たれた後なんですけども、2アウト2塁という場面で、まあ、去年までね、ジャイアンツにいました中田選手がね、サードゴロを打ったんですけども、これをね、中山選手、今日入った中山選手がですね、非常にうまく取って、ファーストでアウトしたっていうところが ありましたんで、これはね、まあ、見えない、ファインプレーというか、非常にね、次の1点というか、2点目を防いだいいプレーだったなというふうに僕思います。で、次、2回表なんですけども、これね、今僕褒めた中山選手なんですが、まあ、2アウト2塁っていうところで、中山選手、結果的に見逃し三振してしまうんですよ。で、ここをね、僕は攻めたいのかっていうとそうではなくて、ここね、非常にね、よく粘ってたんですよね。で、先ほど言ったように、まっすぐがめちゃくちゃ比重が多かったんですよ。なんですけども、この中山選手の打席に関しては、すごくフォークボールというのを多投したりとか、非常にね、相手バッテリーは変化球を多投してたんですけども、そこをね、うまくまっすぐを意識しながら、フォークボールであったりとか、そういったボールをファールにしてたんですけども、最後ね、意表をつかれたような外のスライダーを、見逃し三振してしまったっていうところで、まあ非常に、まあ結果としては三振なんだけども、非常に相手の配球に対して非常にうまくね対応して、まあ打てなかったけども、まあ非常にこう見てて、ああ頑張ってるなというか、非常にいい打席内容だなっていうふうに思わせてくれるような、内容だったんじゃないかなというふうに僕思いました。で、次気になったところは3回のですね、この、回ですね、点取られるわけですけども、ここでですね、まあ2アウトからね、村松選手にヒット打たれるというところ。で、村松選手非常に状態良くって、ちょっと今高橋由伸さんみたいなね、打ち方してますけども、非常にね、それが合ってるんじゃないかなっていうふうに思います。で、2アウト1塁からこれ石川選手がね、ライト前ヒット打つんですけども、これもね、やはり右方向、逆方向に意識があるから、
カーブという遅いボールをね、反応できるんですよ。これがもし普通に引っ張りに行こうとか、大きい、打球を打とうとかいうふうに思ってると、このカーブっていうのは手が出なかったりすることが多いんですけども、やはり、しっかり我慢して我慢して右方向に打つぞっていう意識があるから、遅いボールに対しても、ライト前ヒットに持っていけたっていうところがあったんで、非常にね、これナイスバッティングだったんですよね。で、2アウト1、3塁で、これまたもやこれ細川選手に、まあ、打たれるわけですけども、先ほど言ったようにですね、先ほどフォークボール打ってますと。で、フォークボールっていうのは遅いボールですから、次、速いボールで勝負してくるでしょっていうふうにもう呼んでるわけですよ。で、それで、細川選手ね、その1球目の、この、インコースストレートをね、ガチーンってヒット打って、狙い撃ちするわけですけども、まあ、これね、今回打たれましたけども、逆に細川選手と次やっていくときは、細川選手がもし打ったときは、次の打席で、前打ったボールを消してくる傾向があるっていうのはね、これで分かったんで、次もしね、対戦する、まあ明日も対戦しますけども、次もし、細川選手が打ったときは、次の打席、打った球から入ったら、なかなかこう手を出して、出さずに、カウントが取れるんちゃうかなっていうのは、これ見ても分かりますから、そういったところをね、皆さんも覚えていってほしいなというふうに思います。で、まあ、ツーアウト満塁っていうところ行くんですけども、この回ね。で、もうこれ、次取られたらやばいなって感じするんですけど、ここをね、まあ、ツーボールというカウント、満塁でね、ツーボールになっちゃってやばいな、フォアボールはあれかもしれないっていう展開になるんですけども、そこから横川投手ね、良かったのは、開き直ってもう真ん中二つにドンドンって投げれて、それでね、ライトフライ、山本康さんを、ライトフライに取れたんで、そこはね、開き直りというところは良かったんですよね。それを初めのノーストライク、ノーボールからできてたら、もっと良かったんですけども、まあそこはね、横川投手良かったんちゃうかなというふうに思います。で、4回までですね、ここね、先ほど言ったように、この3回裏に、まあ2点ね、2点目を取られてるわけですよ。で、今のままだったら、まあ中日のね、流れですよね。で、どうしても、やっぱり流れをジャイアンツの方に持ってきたいというところで、この点の取られた後に、すぐにね、どういう攻撃をするかっていうのが非常にね、野球において大事なわけですよ。で、そこで、運よくですね、3番、4番、5番というところに打順が回ってくるんですけども、ここなんと、やっぱ三者凡退してしまって、もう相手に完全にね、流れを渡してしまうという展開になるんで、ここでね、もしね、まあ、その、点が入らなかったとしても、例えばこう、チャンスまで作ってとか、そういった感じの攻撃ができてると、なかなかこう、相手に完璧に主導権を渡すことはないんですけども、ここでね、完璧に三者凡退で抑えられてしまったことによって、もう中日の方にガッとね、まあ、この流れというものが行くというところです。でですね、まあ、4回裏ですね、まあ、4回裏もね、結局点入らないんですけども、この2アウト2、3塁という場面でね、先ほど言った村松選手、一番今打ってるバッターに回ってくるわけですよ。で、ここで、ああ、点取られそうやな、というふうに思ってたんですけども、好調がゆえにね、めちゃくちゃ今状態がいいがゆえに、少しね、多分ね、状態がいいバッターっていうのはね、何でも打てると思っちゃうんですよ。状態が良すぎるがために、例えばボール球でもバットに当たると思うし、今の自分なら打てると思っちゃうんですよ。で、それでちょっとインハイのボール球をバーンと打ってしまって、まあ結果的にね、ファーストフライになったんですけども、ここはまあ言い方ちょっとあれかもしれないですけど、村松選手が好調すぎるがゆえにボール球というか難しいボールを振ってくれて凡打をしてくれたっていう打席なんで、まあそういったところはジャイアンツからしたら逆に良かったのかなっていう感じは正直しましたね。はい。で、次、6回表なんですけども、6回表ね、僕ちょっとこれ謎だったところがありまして、ワンアウト、ランナーなしというところで、丸さんの打席を迎えたんですけども、まあ、この先発ね、全く打たれてないわけですよ。全く打たれてなくて、全然ね、前にも飛ばないような感じだったんですよ。まっすぐに関してはね。なんですけども、そこで、ピッチャーを斉藤投手に変えたっていうところで、まあ、球数は82球かなんかで、まあ、80球程度っていうところで、まあ、その、どうだ、なんで変えたんかなっていう風なところは正直思ったんですよね。で、こういうピッチャーのこの変えるタイミングとかってやっぱりめちゃくちゃ大事で、こういう風に、全然先発ピッチャー打ててなかったんだけど、2番手に変わってからボコボコ打つみたいな、そういう試合もありますから、非常にね、それを期待したんですよ、僕はね。なんですけども、
丸選手はヒット出たんですよ。変わったところパーン打ったんですけども、そこでワンアウトから佐々木選手がね、まあファーストゴロゲッツに終わってしまって、ここを流れをプツンと切れたっていうところだったんで、まあちょっとまあ仕方ないですけども、ここはね、まあ頑張ってほしかったなっていうところはありました。で、まあ守備でも良かったプレーありました、ジャイアンツね、今日。6回裏ですね、ワンアウト1塁という場面で、まあ小田選手がですね、ワンボールツーストライクというところから、まあバスターエンドランがかかって、空振りをしてしまってね、まあボール球なんですけども、空振りをして、小林選手が、セカンドスローをして、まあまあ、ゲッツーを取れたっていうところがあったんですけども、まあそこはね、良かったと思います。まあやはりこういう、2点取ってますからね、さらに追加点をというところで、そういう風に足を絡めてやってきたと思うんですけども、そこでしっかりね、それを防げたっていうのは、ジャイアンツからしたらいい守備ができてたんじゃないかなというふうに思います。で、7回表ですね、7回表、まあここですよね、先頭の吉川選手がライト前ヒット出ますと、お、これ先頭出たぞと、久しぶりに先頭出たぞっていうところだったんですけども、ピッチャー変わって、清水投手が出てくるんですよね。で、ここで岡本選手が空振り三振してしまうんですけども、やはりね、清水投手っていうのは、僕は、なんていうんだろう、もっと評価してあげるべきピッチャーじゃないかなというふうに思ってて、このピッチャーはね、素晴らしいですよ。まあみんな素晴らしいですよ。中日、みんなピッチャー素晴らしいですけども、この清水投手っていうのは、まあこういうね、もういきなり出てきたりとかよくするわけですけども、これでね、なかなか打たれないっていうのがあるんで、メンタルもそうですし、この起用法もそうですし、もっと僕はね、この清水投手っていうのはね、評価されるべきピッチャーだと思うし、非常にね、まあこのね、岡本選手っていうのは一番打つわけですけども、ジャイアンツの流れで、ね、一番打つわけですけども、そこでね、しっかり合わせて出てきて、しっかり抑えてというところで、後続もね、萩尾選手センターフライ、門脇選手も空振り三振というところで、ピシャリと抑えてるわけですよ。ここ、ランナー出た時にね。素晴らしいなというふうに思ったし、もっと評価されるだけのね、ピッチャーの一人かなというふうに思いました。で、次になったところ、7回ぐらいですね、ここですね、まあ、ツーアウト三塁から石川選手を空振り三振取るわけですけども、ピッチャー船場さんを通してね。まあ、その、岡林選手にレフト前ヒット打たれて、で、福永選手バーンと決めて、で、村松選手がセカンドゴロで進塁打でランナー三塁になるんですけど、ここでまあ配球的にはストレート5球いって、まあスライダー2球いって三振取るわけですけども、ここで良かったのが、やはりまあ一塁が空いてるっていうのもあるし、まあビハインドというかね、ジャイアンツからしたらビハインドの展開だったんで、まあ思い切って勝負ができるっていうところがあったんで、この7球投げたうちの1球目、2球目、3球目、5球目をインサイドに行ってるんですよ。で、最後の方はね、石川選手も5球目かな、ファールをパチンって打っていい感じで捉えてたんですけども、最後は外スライダー2球でね、三振、もうインサイドをあんだけ意識させてるんで、もう1球インサイド来るかも、インサイド来るかもっていう風に思わしといて、最後外スラっていうところで非常にね、いい配球だったと思うし、それで特に良かったのがサインが合わなかったのかどうなのか分かんないけど、小林選手がですねタイムを取って、船場様投手のところに行って、ちゃんと意思疎通を、ちゃんとして、帰ってきたっていうところが非常に良くて、これで、まあ別に、そのまま行っても抑えれる時もあるんだけど、やっぱり打たれた時って、ああ、やっぱこうしといたらよかったとか、ああしといたらよかったっていう風に、やっぱりそういう思いって残るじゃないですか。だから、ちょっとでもね、不安があったりとかしたら、やっぱりこう、ピッチャーのところ行って、ああ、俺はこう思うんだから、どう思うとか、なんかこう、俺はこういう意図で、お前はどういうふうに思ってるとか、お前何投げたいとか、そういうふうに、やっぱね、最後の意思疎通というかね、ここやっぱめちゃくちゃ大事な場面ですから、そこでちゃんと行って、確認して、それで結局三振取ってるわけなんでね、それが、やっぱりキャッチャーの気遣いとか、非常に大事なところだと僕は思うから、そこはね、それこそ大城さんとかね、まあ、岸田選手もそうですし、まあ、2軍にいる山瀬捕手とか、そういったところも、こういうところは、真似してほしいなというふうに思いました。で、最後ですけども、8回もでですね、これね、まあ、代打の長野さんがですね、ピッチャー松山選手からツーベース打つんですよね、ライト線にツーベース打って、で、おー、これ来たぞ、久しぶりのチャンスやっていうところ来たんですけど、ノーアウト二塁からピンチヒッターの大城さん。まあ結構嫌だったんですけど、レフトフライと。で、ワンアウト二塁で増田選手サードゴロ。で、結局ツーアウト二塁という場面ね。だから結局今日三塁まで遅れてないんちゃうか？わかんないけど。うん。っていうのがあるんで、だから、で、ツーアウト二塁で丸選手三振でしょ？これも、まあその、松山選手ね、球も速い、まっすぐも速いと。
で、フォークボールもあるというところなんですけど、ここで、フォークボール全球、フォークボール4球いって、まあ、丸選手ね、空振り三振するというところで、まあ、やはり、まあ、みんないいピッチャーですけども、中日の場合ね、みんないいピッチャーですけども、もう最後の9回のマルティネスはもう、無理なんで、正直言うと。なかなか厳しい。点取れないと思うんで、だからもう8回まで。もう強いて言うなら7回までとかね、それぐらいに試合を決めとかないと、やっぱりこう点は取れないわけですよ。で、まあ余談なんですけども、このマルティネスのね、ほんまに余談なんですけど、あの登場曲結構素晴らしい。じゃ、見ました？めっちゃかっこよくないですか？ちょっとぜひね、よかったら、YouTube でマルティネスなんか登場曲とか、登場シーンとか言って見てほしいんですけど、めっちゃかっこよかったんで、あの、ジャイアンツの大勢も抑えでね、出てくるとき結構東京ドームかっこよかったです。かっこいい演出とかあったりすると思うんですけど、それよりも僕はこのマルティネスのバンテリンでのこの登場曲がめっちゃかっこよかったんで、皆さんちょっと見てください。めちゃくちゃ余談な話なんですけど、マジでそういう感じがあったんで、ぜひ見てください。はい、そんな感じでですね、今日、まあ負けちゃいましたと。で、結果2対0なんだけど、やはりね、なかなかこう、ランナー2塁よりも先、3塁とかに送れなかったし、っていうところで、やはりね、点差以上の差っていうのは正直感じましたし、まあ最後ね、岡本選手ね、マルティネスからツーベースを打ちましたけども、まあそれは素晴らしいと思います。素晴らしいと思いますけども、やはり、なかなかね、後続が続かないっていうのがあるんで、だから、序盤にね、できるだけ序盤に、できるだけ先発ピッチャーがいる間に、やっぱ点を取っていく。まあ、阪神戦もそうでしたけども、阪神とか中日とか、まあ、やっぱりピッチャーがいい、球団、チームになればなるほど、なればなるほどですね、序盤から点を取っていく、采配であったりとか、そういうふうなこと、そういうふうな、解決策というか、やり方っていうのが、今後ね、ちょっとね、鍵になってくるというか、変えていく必要が僕はちょっとあるんちゃうかなっていう感じは最近指摘なんですよね。皆さんね、いろいろ意見あると思いますんで、ぜひね、意見ある方はですね、コメント欄でね、よろしくお願いします。僕全部見てますから、ぜひね、皆さん、コメントよろしくお願いします。はい、そんな感じで今日は終わってきます。いつもありがとうございます。これからどうぞよろしくお願いします。そんな感じで今日は終わってきます。じゃあね、バイバイ。